して HBC ラジオ天気情報です。お昼の道内は稚内や札幌など日本海側で雪の降っているところがあります。一方、旭川や函館、室蘭、帯広では晴れて、網走や釧路は快晴となっています。気温は全般に氷点下2度前後となっています。札幌はお昼の気温氷点下 2.6 度でした。今日これからのお天気です。今日これからは日本海側では広く雲に覆われ、夕方にかけて宗谷と留萌地方を中心に雪となるでしょう。宗谷地方ではやや強い風を伴って吹雪くこともありそうです。夜は雪の中心が石狩や尻別地方に変わり、降り方の強まることもあるでしょう。引き続き積雪の多い地域では屋根からの落雪や傾斜地での雪崩にご注意ください。その他はオホーツク海側など一部で雪がちらつく程度で、太平洋側東部を中心に晴れる見込みです。 HBC ラジオ天気情報でした。気になるわ、このタイヤの溝、冬道でスリップしないかしら。お任せください。タイヤの点検も安全走行には欠かせませんが、ワイパーバッテリーも点検しておくと安心です。私たちプロが厳しい冬に万全の備えをサポート。黄色い認証看板がある三振日高の整備工場なら安心ね。室蘭機構自動車整備振興会加盟の整備工場はいつもあなたのお近くに。同心ニュース、天気予報、道路情報、室蘭地方自動車整備振興会の提供でお送りしました。HBC ラジオのタイムテーブル、最新情報は HBC のホームページ www.hbc.jp で。